2021-22 ヨギボーウイリーグ第6節、アルビレックス新潟レディース対マイナビ仙台レディースです。まずは立ち上がり、この道上選手、やはりこの、ね、乗っているストライカー、そうですね、力強いですね。ゴールを狙っていいプレーでした。はい、これが先制シーンです。白木選手、ここしかないという素晴らしいコースにキーパーも手が届かない位置にしっかり打ってきましたね。はい、はい、まあ、本当にその前のパス回しというものも、うん、あのマイナビ仙台の持ち味だったと思います。ただ本当に素晴らしいです。前半25分にマイナビ仙台が試合を動かしました。白木のウイリーグ2点目。後半に入ります。64分です。マイナビ仙台、池尻のこのスルーパス、宮沢、まずこれ一度止めて、さらに館のシュートもこれディフェンスブロックするんですが、です、ね、池尻、もうここしかない、これもここしかないという、うん、もうまっすぐのストレートのコース射抜きましたね。はい、はい、ただ本当に池尻選手のパスから全て始まったシーンですので、もう池尻選手の正真正銘、池尻選手のゴールですね。はい、もう冷静にウイリーグ初ゴールを決めました池尻、貴重な追加点でした。これで2対0マイナビ仙台レディース。一方の新潟です。後半からは上尾選手も入って攻撃変わってきました。決定機迎えました。北川のシュートはここもサイドに選手が流れたところをしっかりと駆け上がってきた北川選手、惜しかったです。はい、そして81分のマイナビ仙台です。スルーして池尻、こぼれたところすかさず狙ってという、これも自分のところに足元にボールが入ってくるっていう、まさに運というか月があったっていうことだと思いますので、それを逃さない池尻選手のシュートの技術も本当に素晴らしいと思います。今日2点目、これをリードを3対0に広げました。まあ、最後猛攻を仕掛けるアルビレックス新潟レディース、まあ、道上選手、これ83分のシーンですが、そうですね、これも惜しかったですね、ポストだったんです。はい、これも届かずということで、3対0アウェーのマイナビ仙台レディースが勝利を収めています。マイナビ仙台はこれで開幕から6試合負けなし、3勝3分けとなりました。